怒られたことは、天津っていう、天津じゃないな、久保田ってお酒を、碧寿っていうのがあるんですけど、もう百寿千寿万寿碧寿みたいな位があって、碧寿ってお酒をいただいて、仕事先で、でお酒の瓶をちょっとこう半分新幹線飲みながらでちょっと栓して、ちょっとこれあげちゃってって言われたんで、あ、分かりましたって言って、小遊三師匠にどうぞ師匠からって言って言ったら、あ、そう、ありがとうっつって帰った、あげてきましたって言ったら、バカ野郎、紙 上に俺あげろったんだよ、棚に、なんで人にあげちゃうんだって、すげえ怒られたことありますね、前座の時です。あれはめちゃくちゃ怒られました、あとラーメンの時お釣り出すのが遅いと怒られました、ね。